変電所。変電所は、電力系統中で電気の電圧や周波数の変換、変電を行い、各系統の接続と、その開閉を行って、電力の流れを制御する、電力流通の拠点となる施設である。英語の、エレクトリックルサブションの文字を取り、SS、または SS と略される。一般電気事業者、電力会社の発電所は、多くの場合、 電力消費者から離れた場所に設置される。特に大規模水力発電所の場合はその適所が山間部となり、消費者の多い平野部とは距離がある。原子力発電所は水力発電所のような地形的制約はなく、都市部等人口密集地への設置も可能ではあるが、リスク管理の観点からどの国においても人口密集からは離れたところに設置される。長距離の送電では、 電力の損失、主にジュール熱が発生するため、より高電圧活低電流に変換して送電ロスを低下させている。また臨海部の火力発電所も発電出力が大きく大容量の送電では送電線の発熱が問題になるため、発電所内の変電所では27.5万から50万ボルトの超高電圧へ変電、昇圧され送電されるが、 電力の最終消費者までの送電網の途中に変電所がいくつかあり、そこでは段階的に電圧が下げられ、高圧、一般家庭向けには日本では 100V まで変圧される。電力は電流電圧で表される。電流が流れると送電線の抵抗により、ジュール熱として送電したエネルギーが失われ、かつ電圧効果により有効な電圧を送電線の 終点のところで受け取ることができくなる。送電中の電力損失は、電流の事情に比例することから、送電線の電圧をできるだけ高く上げ少ない、電流で送電することが、低い電圧のまま大きな電流を用いて送電する場合と比較して、同じ電力を送る際の電力損失を減らすことができる。したがって、発電所のそばで高い電圧に上げて、 オフィスや一般家庭などの電力消費者のなるべく近くで低い電圧に落として配電することがエネルギーを無駄にしない観点上を望ましい。この電圧の変換を行っているのが変電所である。高い電圧を取り扱う変電所ほど規模が大きくなり、また送電線に関わる施設も大きくなる。こうした施設を建設する費用の兼ね合いから電力消費者に近い末端では、 低い電圧で送る必要があり、発電所に近い側が最も高い電圧で送られ、消費者に近づくにつれて、順次電圧が落とされていくようになっている。この電圧が次第に低くなっていく、各段階のことを電圧階級と呼んでいる。各階級の間にはそれに対応した変電所が設置されている。また、電力系統は発電所から消費者まで一直線になっているわけでは、 なく、電力システムの信頼性を高め故障や補修作業時のバックアップを相互に行うために、複数の発電所からの送電線が集合され、あるいは必要に応じて各所へ分散されていくようになっている。変電所は、こうした送電系統上の集合、分岐点にもなっており、必要に応じて系統をつないだり切り離したりする役割もしている。さらに、 送電線に落雷があるなどで一部の区間に障害が発生すると遮断器を動作させてその区間を送電系統から一旦切り離し、障害の波及を防止し、回復を図る役割もしている。この他に直流送電に関連して交流と直流を変換する硬直変換所や周波数の異なる電源を接続する周波数変換所も変電所の一種である。 変電所の種類は、電圧階級、用途、形式、形態、監視制御方式などで分類できる。変電所はまず、送電用変電所と配電用変電所に大きく分類される。送電用変電所は、電力系統の途中に配置されて、電圧の変換を行っており、大電力が通過する。これに対して配電用変電所は、 電力系統の末端に近いところに配置されて、送電用変電所から送られてきた高い電圧を消費者に供給する低い電圧に落として、地域の配電網に供給する。送電用変電所に比べて一つの変電所を通過する電力は小さく、施設の規模も小さくなるが、その数は送電用変電所よりかなり多い。 配電用変電所の受電電圧は154から 22KV 程度で、配電網へ送り出す電圧は22から 6.6KV 程度である。送電用変電所の多くは、高い電圧を低い電圧に落とすために使われているが、逆に低い電圧を高い電圧に上げるために用いられているものもある。電圧を上げる変電所は、小圧用変電所、下げる。 変電所は、高圧用変電所と大きく分類される。小圧用変電所は、基本的に発電所に付属して設置されており、電力を発電所から送り出す段階での電圧変換を行っている。高圧用変電所は、発電所に近い側ほど高い電圧になっており、順次電圧階級を構成している。高い方から 500KV 変電所、超高圧変電所、 一次変電所、中間変電所などと呼ばれている。二次変電所、三次変電所などが含まれることもある。電圧階級の各段階でどのような電圧を使用しているかは電力会社によってもその系統によっても様々であり、必ずしも全ての種類の変電所を経由して高圧されていくわけではなく、途中の段階を飛ばすこともあり、必要に応じて複雑に組み合わせられている。 また、発電所が必ず最上流に入っているわけではなく、小さな発電所ではこの電圧階級の途中に、給電を行っていることもある。電力消費者も必ず最下流に入っているわけではなく、工場や電気鉄道など大口の需要家は、途中の高い電圧の変電所から給電を受けていることがある。各種類の変電所で、どの程度の電圧が使われているかを表に示す。 参考として2006年3月31日現在の日本の電圧別変電所の設備数と容量を表に示す。変電所は電力事業者が所有している電力変電所、大口の電力消費者が設置している自家用変電設備、電気鉄道事業者が設置している電気鉄道用変電所などに分類できる。電力変電所は前日したように送電用、 配電用の分類と、昇圧用、高圧用の分類がある。電気鉄道用の変電所は、直流電化区間では直流への変換機能のある変電所、交流電化区間では交流の高圧のみの変電所となる。長距離で大容量の送電を行ったり、海底送電線を使って送電を行ったりする目的で、直流送電を行うことがある。 この際には直流送電線の両端に一般の交流送電網と接続するための公直変換所がおけされる。このほか、日本では東日本が 50Hz、西日本が 60Hz と周波数が分かれているので、この周波数の境界に周波数変換所が設置されて、東西で電力の融通ができるようになっている。変電所の形式としては、屋外式、屋内式、 半屋内式、半地下式、地下式、移動式がある。変圧器や開閉器などの変電所の主要設備の大半を屋外に設置し、配電盤など制御機器のみを行い、またはキュービクルに配置した形式の変電所である。他の形式の変電所に比べて、敷地面積を最も広く必要とするが、建設費用は安く、すべての機器が平面的に配置されることから、 運用開始後のメンテナンス性にも優れている。変圧器や開閉器などの変電所の主要設備の大半を屋内に設置した形式の変電所である。屋外式変電所に比べて、用地面積を大きく縮小することができるが、建物の建設費が高くつく。また、変電所機器の搬入、設置やメンテナンスにも難がある。海岸線に近いところなどで、 塩害対策を必要とする場合には、この形式の変電所の効果が高い。変電所の主要機器の一部を屋内に設置し、残りを屋外に設置した形式の変電所である。変圧器のみを屋内に設置した形式は、主に変圧器の騒音対策を目的としている。一方、開閉器のみを屋内に設置した形式は、主に塩害対策と建物建設費の削減を目的としている。 前者を半屋内式、後者を半屋外式と呼んで区別することもある。建物や公園などの地下に変電所の使用機器を全て収納した形式の変電所である。新しい変電所用地の取得が困難な都市部を中心に見られる形式で各種の変電所の中でも建設費は最も高くつくが、景観対策や防犯対策の面での効果が高い。 この形式であっても、変圧器の冷却設備だけは地上に設置する必要がある。建物に併設する場合には、その建物に冷却用の水や空気など、作動流体が流れ経路を確保しなければならない。なお、住宅地における建物の高さ制限などに関連して、変電所の建物に地下室を設けて、一部の設備を地下界に、一部の設備を地上界に設置する。 屋内式変電所の全体を掘り下げたような形の繁華式変電所も存在する。トレーラーや鉄道車両の上に変圧器などを設置して移動可能にした形式の変電所である。既存の変電所が故障したり、危機更新のために一時設備の運用を停止したりした時に現地に仮設して変電所の容量を補う役割を果たす。変電所は絶縁の方式により、 気中絶縁系、GIS、ハイブリッド GIS の形態に分類できる。変電所の回路の主要部分の絶縁が空気によっている。変電所である。回路を返しなどで空気中で間隔を置いて保持することで他の回路や地面との間を絶縁している。変電所の用地面積は最も広く必要とするが工事費は最も安くなる。 絶縁性能の高い6フッ用 SF6 ガスを利用したガス遮断機 GIS ガスインスレイテッドスイッチを用いて回路の主要部分を構成した変電所である。用地面積は少なくて済むが工事費は高くなる。母線部分は気中絶縁とし開閉設備は GIS で構成した変電所である。用地面積を縮減しながら工事費も削減する方式である。 変電所は常時技術員が勤務していて、監視、制御作業に当たっているものから遠隔制御されているもの、無人化されているものなどを監視、制御方式によって複数に分類できる。技術員が常駐している変電所はほとんどなくなり、2005年時点で日本の変電所の無人化率は98.6%となっている。 変電所に常時技術員が勤務している方式の変電所である。通常1グループ2から3名の技術員が3、交代制で変電所に詰めており、常時変電所の機器の監視と操作に当たっている。技術員が変電制御所、変電所を遠隔監視制御する場所に常時駐在しており、そこから遠隔で常時制御と監視を受けている方式の変電所である。 変電所自体の保守作業で人が来る場合以外は、変電所自体は無人である。技術員は、技術員駐在所におり、必要に応じて断続的に変電所へ出向いて、制御と監視を行う方式の変電所である。具体的には、日中のみ変電所で制御と監視を行い、夜間は付近に設けられた社宅などに帰って、特に緊急の事態が生じたときに、 いつでも変電所に駆けつけられる体制を維持しておくような方式である。変電所と技術院駐在所の距離には300メートル以内という制限が課せられており、また 170KV を超える変電所ではこの方式を取ることはできない。技術院は変電制御所、または技術院駐在所におり、必要に応じて断続的に制御所へで向いて、 そこから遠隔で制御と監視を受けている方式の変電所である。断続監視制御変電所と同じく制御所と技術院駐在所の距離には300メートル以内の規制があり、また変電所電圧も 170KV 以下に規制されている。技術院が技術院駐在所から必要に応じて変電所に出向いて監視と制御をその変電所で行う方式である。 変電所電圧は 100KV 以下に限られる。電力系統を構成するような変電所ではほとんど、用いられずに、小規模な変電設備などでのみ採用されている。変電所には、電圧を変換するための変圧器、電源を入り切りするための遮断器、電源が切れている状態で回路を切り離す、暖炉器、落雷時の異常電流を逃がす、開き、 無効電力の調整をする調証設備などがある。また、直流に関連する変電所では整流器やインバータなどが設置されるが、これについては口述する。変圧器は電磁誘導現象を利用して、交流の電圧を変換する装置である。変電所における最も基本的な装置である。変電所で取り扱う電気は通常三小交流であり、 変圧器も参照用のものか、あるいは単相用のものを3つ接続して参照、交流用に使用している。変電所に設置される変圧器は大変大きなもので、工場で製造して搬入することには様々な困難を伴う。このことから、かつては単相交流用のものを3つ搬入することが多かった。さらに変圧器の取り扱い電圧が高くなり、大容量化すると、 それでも搬入が困難なほど巨大化してきたため工場で生産した部品を搬入して現地で組み立てる方式が一般的となり参照式の変圧器を用いることが普通になった単層式変圧器を用いた場合に比べて参照式を用いると同容量で半分程度に面積を縮小することができる変圧器は絶縁と冷却の方式で分類することができる 変圧器自体は大変効率の高い設備であるが、それでもわずかながら損失が発生してこれが熱に変わる。変電所の変圧器は大電力を取り扱うことから、この放熱が大きな問題となる。この冷却方式は絶縁の方式とも大きく関係している。乾式変圧器は間隔を開けて回路を放置することで空気により絶縁する方式で、 小容量のものに用いられる。冷却は自然放熱によるか、送風して空気で熱を運び出す方式となる。特に耐熱性の高い絶縁材料を使用して、送風により冷却をしたものでは、数千クバ程度の容量のものまである。変圧器全体の効率的な運転を図るために、変圧器の負荷に応じて、送風量を加減する方式もある。巻線などを、 エポキシ樹脂などで固めたモールド変圧器もある。輸入変圧器は油を用いて、絶縁と冷却を行う方式であり、広く用いられている。初期には、鉱物油を用いていたが、火災の危険があるためあまり用いられなくなった。またポリエンカビフェニル、PCB も広く用いられていたが、生物に対する毒性の問題から、使用禁止となった。現代では、 シリコーン油が広く用いられているが、コストが高いという問題がある。輸入変圧器では油を循環させることで冷却を行っている。自然対流によるものと強制循環によるものがある。また放熱器にも送風ファンを取り付けることがある。さらに冷却水の配管を油中に通して水冷する方式もある。ガス絶縁式は、6復火用 SF6 ガスで絶縁した方式で、 冷却もこのガスを循環させることで行っている。負荷の変動に応じて電圧を調整し、また、電力系統上の電力の潮流を制御するために、変電所の変圧器には、出力電圧を制御するための負荷時電圧調整器、負荷時タップ切り替え装置が取り付けられている。巻線に設けられたタップ上のある地点をタップ選択器で選ぶことで、変圧器の関数比をある範囲で、 変更可能としているものである。変圧器では、主に鉄心の地和現象により振動と騒音が発生する。住宅地に設置される場合などには、騒音対策が必要になることがある。遮断器は、電力回路の入り切りを行い、また落雷や短絡などの事故発生時に回路を切り離して、安全を保つために用いられる、開閉器である。事故時の遮断も行うため、 通常、負荷時に流れている電流よりも、はるかに大きな電流であっても遮断できるように設計されている。構造としては、稼働する接触子を接点に接触させたり離したりするものであり、電化製品などで用いられるスイッチと原理的に大きな差はないが、大電力では、接点から接触子を外しても、接点間に悪放電が発生して電流が流れ続けてしまう現象があり、 これを防ぐために、様々な絶縁方式が考えられている。油遮断器、磁気遮断器、真空遮断器、空気遮断器、ガス遮断器などがある。変電所では、送電線に落雷が発生した際に、当該区間の送電線を、系統から切り離すために遮断器を作動させることがある。この際、落雷の発生箇所はコンピュータにより瞬時に計算され、 両端の変電所に遮断機の動作指令が送られ、遮断機により、系統から解放された後落ら雷らによる電荷を、送電線から排除し、系統へ再投入するという処理が高速で行われている。この際故障回線が切り離されるまでの間、0.2秒程度の電圧低下が発生することがあり、瞬時電圧低下、瞬停と呼ばれている。暖炉機は、遮断機と同様に、 電力回路の入り切りを行う装置であるが、遮断機とは異なり、電流が流れている回路を切り離す能力はない。遮断機にはアークを切り離す、能力、証拠機能が備わるが、段度機には、それがない。しかし、高速動作の求められる遮断機は、接点間の距離が短く何らかのきっかけで意図しない、電源再投入が起こる場がある。確実に切り離すために動作が、 比較的遅い接点間の距離の長い弾力器が用いられる。これは例えば、遮断器の点検作業時などに用いられる。開きは、雷や遮断器の動作による異常電圧がある限度を超えた時に作動して、異常電流を逃がすことで、電気回路の保護を行う装置である。調傷設備は、無効電力を調整することで送電線の力率を改善し、 受電側での電圧制御を行うための設備である。同期超小器は同期電動機を無負荷で運転して、境地電流を調整することにより連続的に進むにも遅訟にも制御することができる装置である。深層コンデンサは深層方向のみに制御でき、分路リアクトルは地層方向のみに制御できるので、これらを組み合わせて設置することもある。 また、静止系無効電力保障装置、SVC、スタティックバルコンピンセターを用いることもある。変電所に設けられている各種の機器を一箇所から、監視、制御できるように制御設備が設けられている。各種機器の動作状況は、景気用変成器などを介して、取り扱いやすい低電圧の信号に変換されてられ、制御装置の景気に表示される。 また制御装置上のスイッチを操作することにより遠隔で隠し機器を操作できるようにもなっている。制御所から遠隔で監視される無人の変電所では遠方監視制御装置を変電所に設置してこれらの情報を CDT 方式や HDLC 方式などの伝送方式で制御所に中継するようになっている。変電所では変圧器の冷却装置や遮断器の動作 制御回路などに電源を必要としている。この電源は、まさにその変電所で変電を行っている、電力系統から変圧器を介して受電する、もの、付近の一般配電網から受電するものがある。一般に大規模な変電所では、電力系統から受電している。停電に備えて異なるに系統から受電できるようになっていることが多い。またに系統ともに停電することに備えて非常用。 発電機やバッテリーを備えている。直流送電を行う場合、その両端に高直変換所が設置される。また、周波数の異なる地域で電力の融通を行う場合、その境界点に周波数変換所が設置される。直流送電では直行変換を行う施設と高直変換を行う施設が遠く離れておりまに直流送電線があるが、 周波数変換所では直行、硬直変換設備はすぐそばにあって接続されており、技術的には似たような施設である。古くは水銀製流器を用いて硬直変換を行っていたが、技術の進歩によりサイリスタ式の変換装置が主流となっている。この硬直変換設備に付随して変換装置の特性に合わせた変圧器、 直流の遮断が可能な直流遮断機、直流波形のリプル分を取り除く直流リアクトル、交流波形の高調波を取り除く、高調波フィルター、高直変換装置を通すことによって遅れ力率が発生することに対処る、聴賞設備などが設けられる。日本には、高直変換所として、上北変換所、函館変換所、角六十万キロワット、紀北変換所、 阿南変換所、各140万キロワット、南福密連携所、60万キロワット、周波数変換所として佐久間周波数変換所、30万キロワット、新品路変電所、60万キロワット、東清水変電所、10万キロワットがある。電気鉄道に電力を供給する鉄道変電所には通常の変電所とは異なる特殊な点がある。 直流電区間では、電力会社から供給される参照交流を直流に変換して供給している。参照交流をまず変圧器で所用の電圧に高圧し、ブリッジ回路などで整流器につないで所定の直流電圧を得ている。かつては回転変流器や水銀整流器を用いて直流へ変換していたが、サイリスタや近年では、 pwm 整流機などが用いられるようになっており、こうした点では、硬直変換所と同じである。ただし、交流から直流へ変換するのみで、逆に直流から交流への逆変換機能はないのが、普通である。しかし、回生ブレーキが用いられるようになると、制動時に、電車の運動エネルギーが、電気エネルギーに変換されるが、この回生電力を、 他の車両で消費しきれない場合は、変電所に送り返されてくるで、これを電力網に改正できるように変電所に逆変換装置を設置する必要が生じた。このための設備は改正インバータと称されている。また電力網に改正電力を変換する機能がなく、変電所に設置した抵抗器で熱に変えて捨てるだけのものもある。電力会社の送電線から遠く離れた地点で、 変電所を増設できずに電圧効果が問題になったり、回生電力を吸収しなければならなかったりする場合には、河川と接続した蓄電装置が設置されることがある。これは、フライホイールバッテリーを使ったり、その他の蓄電池を用いたりすることがある。回生電力や電車が走行していない時間帯の電力を蓄電池に蓄積して負荷が高い時間帯に放出することで、 改正時の電圧上昇を抑制し立候時の電圧効果を保障する仕組みとなっている。交流電化区間では単に変圧器で電圧を変換するだけで河川へ電力を供給している。ただし、交流電化の鉄道では一部を除き炭素を負荷であるため、スコット結線変圧器やウッドブリッジ結線変圧などの3章2章、変換変圧器を用いて2章に変換した上で、 複線の上下線にそれぞれを供給するか、あるいは変電所の前を中心に両側に供給している。上下線に別の位相を供給する方式を上下線、別位相起電方式、両方向へ供給する方式を、方面別位相起電方式と呼んでいる。その他の遮断器や弾力器などの設置に関しては、通常の変電所と同様である。変電所では、建設時は別として、 日常の運用に際して排気や排水など汚染物質を外に放出することはない。しかし、変圧器やその冷却装置などから常時騒音が発生し、また遮断器の作動時には特有の音がする。こうしたことから変電所での環境対策としては騒音対策が大きな割合を占めている。住宅地に建設される変電所などでは低騒音型の機器を採用したり、 屋内に機器を格納するようにしたり、防音壁を設けたりといった対策が取られている。変電所の機器は複雑で見慣れない形状をしている。ことから、周辺の住民からは異質で危険なものと見られる傾向にある。このため変電所の新設に理解が得られないといった問題がある。このことから、警官対策として、様々な機器を屋内に収納した方式を採用したり、 目隠しの壁を取り付けたりして対処している。また、建物やフェンスなどを周囲の風景と調和したものにする工夫も荒れている。世界で最初の商用電力事業はアメリカ合衆国のニューヨークマンハッタンでトーマス・エジソンが設立したエジソン伝統会社イーラックエディソン・エレクトリック・ライト・カンパニーによって1882年9月4日に始められた。 しかしこの時は直流115から1 2 0トで発電所から需要家までを直接結んで配電しており電圧を変換する機構は入っておらず従って変電所もまだ存在しなかった低圧で総配電することに伴う大きな損失を改善するために様々な工夫が試みられたその中には高電圧の直流で送電して 電動発電機で低圧直流に変換するものや高圧直流で直列に接続されている蓄電池を充電し並列につなぎ替えて低圧放電させる仕組みなどがあった直流での大規模な送電は1954年にスウェーデンでゴットランド島への2万キロワット 100KV 送電で実用化された水銀清流器を用いたものでその後1961年には A 仏連携にも導入された。日本では、北海道、本州間連携設備、上北変換所、函館変換所、焼水道、直流連携設備、紀北変換所、阿南変換所で直流送電が行われている。本質的に低圧で送電することによる大きな送電損失を改善するためには、高圧で送電するしかなく、 そのためには自由に電圧を変換する方法が必要とされた。交流の電圧と電流を変換する変圧器はマイケル・ファラデーが電磁誘導の法則を発見して以来19世紀を通じて何人かの技術者、発明家によって次第に改良され形作られてきたが電力網に組み込んで利用するための具体的な形にまとめたのは フランスのルシアン・ゴーラールとイギリスのジョン・ディクソン・ギブスの二人であった。彼らは1882年にイギリスで変圧器の特許を出願した。1884年にイタリアのトリノで開かれた博覧会で5000ボルトで40キロメートルを送電する実験に成功し、それまで都市内部で蒸気機関で発電してその筋角で配電する以外の方法がなかった。 電力事業に対して山岳地帯で水力発電を行い、長距離を送電して都市に配電することを可能にした。まだ彼らの変圧器は鉄心の地ロに開いた部分があり、効率が悪かったので、ハンガリーのガンツ社やアメリカのジョージ・ウェスティング・ハウスなどが改良に取り組んだ。世界で最初の実用交流送電線は、イタリアで1886年に、 ガンツ社の発電機を使って 112V の電気を 2000V に昇圧して 27km 送電し、ローマに供給するものであった。三小交流システムや誘導電動機など交流を実用的に利用するための技術が開発され、1895年8月にナイアガラの滝に水力発電所が建設され、翌1896年から変電所を通じて、 高圧に変換して3小鉱で送電し、ニューヨーク州バッファローへ供給するシステムが稼働を開始した。このシステムでは、ウェスティングハウスエレクトリック製の2小の3 7 5 0ット発電機12台からの電圧5000ボルトを2小3小変換の変圧器スコット決線変圧器で3小1万1000ボルトにして4 0トルを送電し、 ゼネラルエレクトリックが建設した変電所で高圧して給電してた。このようにして交流送電の技術は普及し、これに伴って変電所の建設も進んでいった。交流での送電電圧は急速に上がっていった。1896年のナイアガラ・ワッファローの送電システムでは 11KV であったが、同年中にはスイスで 33KV 送電線ができ、 1897年には 40KV、1901年にはアメリカ・ミズーリ州で 50KV になり、1910年代にはドイツとアメリカで 100KV 送電線が用いられるようになった。当初は発電所で起こされた電力は、それぞれ独立した送電網を通って送られ、それぞれ独立した地域に給電していた。異なる発電所から供給する。 電力網同士には電力を融通する機能がなく、発電所が運転を休止したり故障したりすると、その発電所の供給範囲は停電となった。周波数や電圧などはバラバラで、それぞれの電力網に合わせた機器を導入していた。イギリスでは1928年からグリッドシステムの導入が始められ、電力供給の規格が作られて、電圧や周波数が統一され、 上位の電力供給網が全国を接続するようになった。アメリカでも超電力方式と称する統一周波数の送電システムの建設が1920年から始められた。日本でも1920年代頃から系統の連携が行われるようになり、これによって電圧階級を持った変電所などの現代的なシステムが整えられるようになったが、 当在の周波数は統一されなかった。そのため、周波数変換書を実用化する必要が生じ、1965年10月に、佐久間周波数変換書を稼働した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。